ハイタイ、ゆいです。 NHK の朝の連続テレビ小説ちむどんどんのあらすじ、ちょっとした感想解説をしていきたいと思います。ちむどんどん10話のあらすじを話そうね。信子と和彦がシークワーサーの木の下にいるところから始まったよ。シークワーサーが黄色くなって熟してるね。和彦が信子に、東京に来るなら俺を頼れ、俺が守るって胸キュンなセリフ言ってるさ。東京に行く前の夜、信子の手作り沖縄そばを家族みんなで食べてるさ。お母ちゃんが、信子のそばはお父ちゃんのそばの味だもんねって言ってる。みんなしんみりしてるさ。信子が、うちの最後のそばだよって言って、お母ちゃんに今まで育ててくれてありがとう、たくさんわがまま言ってごめんなさいって言ってるさ。何これ、小学5年生がこんなこと言うわけ？なんかお嫁に行くみたいさ。お母ちゃんはこれからもずっとずっと信子のこと大好きだからねって言ってるね。その後、歌子のカンカラ三線の演奏でみんなでヤシの実の歌を歌うシーンが流れてるね。歌子上手に弾いてるさ。東京に立つ朝、信子はいつものように砂川豆腐店に豆腐買いに行くわけ。そしたら悟が油脂豆腐を2杯もご馳走してあげてるさ。やっぱりここの油脂豆腐は世界一さーって信子が言ってるね。場面が変わって、お母ちゃんが海のそばにあるお父ちゃんのお墓に手を合わせてる時に、和彦のお父さんが来るわけで、シーミーのことを尋ねてるさ。シーミーっていうのは先祖を供養するお祭りみたいなもんで、そこでお父ちゃんが三線弾いてみんなで楽しそうにお墓の前で勝ち足踊っているシーミーの回想シーンが流れる。なんかお父ちゃん久々の登場だね。場面が変わって、バス停の前でみんなで青柳親子と信子を見送るシーン。信子赤いワンピース着て可愛いさ。バスが来て、青柳親子がお世話になりましたって挨拶してバスに乗るんだけど、信子もその後に続いて乗ろうとしたら、ニーニーがいきなり自分が東京に行くって言い出したわけ。信子はうちが東京に行きたいから行くんだよって言うわけ。そして行ってきますって言ってバスに乗ったよ。でバスが出発して、和彦が大丈夫、僕がついてるって言うわけよ。今日の和彦は胸キュンセリフばっかり言うさね。でもニーニーがありえんって言ってバスを追いかけるわけさ。涼子と歌子も一緒に後から追いかけてる。それを見た信子がバスを止めてって言って、バスから降りて兄弟で抱き合うわけよ。ニーニーが誰も東京に行かさない、みんなで一緒に暮らして幸せになるって言うわけさ。そしたらお母ちゃんが、自分が間違ってた、今まで通りみんなで幸せになろうねって言って、子供たちを抱きしめるわけ。ケンキチさんは後ろで唖然としてたけどね。結局信子は沖縄に残ることになって、和彦はいつか東京に来いよ、世界中の美味しいものを食べさせてやるからなって言って旅立っていったよ。それから一気に7年経って、17歳になった信子がお父ちゃんが作ったポストの前でシークワーサー食べてるさ。いつもシークワーサー食べてるね。でポストには小鳥が住んでる。この小鳥逃げないさ。デイジー人に慣れてる。かわいいね。ここで来週に続くってなるね。今日で子役の子たちは見納めだったんだね。みんな可愛かったからなんか寂しいさ。賢秀、涼子、信子、歌子、悟、和彦。最後にいい演技しとったね。うん。来週からは大人になった4兄弟が中心になって話が進んでいくね。楽しみさね。でもさ、気になることがあるわけ。借金は返せたのかな？よければチャンネル登録よろしくね。またね。